2023年6月6日、突如としてこのような書き込みがなされた。夫が在宅、親の不動産管理、で働き、妻は外で働いています。家事育児は主に夫がしています。家は私親所有のアパートを管理する代わりに一室を無償で住まわせてもらっているため、生活費は妻に負担してもらっています。そんな少し特殊は家庭なのですが、先日妻に、出社するときくらい起きてきて見送ってほしい、帰ってきたら起きてきてほしい、と言われました。私は、夜泣きの対応も私がしているのだから、眠れるときは寝させてほしい、と言いました。そうしたら、あなたは生活費をもらってる感謝が足りない、と怒られました。これ、私悪いですか？子供の年齢、月齢、妻の生活費負担額、妻の出社時刻と退社時刻、このくらいの情報は欲しいかな。男女逆でも、一日まるっきり顔を合わせない状態が発生するのはさすがに、っていうレスがつきそうな気がするけど。子供の年齢、月齢、2歳と6歳。妻の生活費負担額15万円くらい？妻の出社時刻と退社時刻、6時半出社、帰宅、7時半9時。ずっと顔を合わせないわけではありませんよ。妻の帰りが遅くて寝落ちが続いたことはありましたが、感謝はお互いに足りてない。朝も夜も顔を合わせないことがあるから言われてるんだよね。せめてどちらかだけでも起きた方がいい。あと家賃と生活費だと生活費の方が高いのでは？お互い働いているのだから一方だけが負担してると感じる割り振りにしない方がいいと思う。生活費も家事育児も。夫家事育児プラス家賃15万円、賃料、管理費、駐車場代。妻生活費総額15万くらい。私、夫、の方が負担割合も大きいと思うのですが、4人で家賃除く生活費15万は少なすぎない？言っちゃ悪いけど、あなたも在宅でも働いているんだから給与はもらってないの？嫁さんの給料ほとんど生活費で消えてない？その、家計など嫁さんダウンしたら積むだろ。親から給与もらえよ。そもそも、家計的に月15万の物件に住む家計じゃないよ。なんか、嫁さん最終的に外に男作りそうな気がする。以前は親の他の不動産管理もしていたので給料をもらっていました。今は家事育児のために育児休業中のようなものです。私が家計負担もするのであれば再度働きに出なければなりませんので、その分は妻にも家事育児の分担を要求することになりますが、その方が妻はダウンすると思いますが。なお私の質問は最初の書き込みの通りです。15万って外に対しての金額で15万相当ってことだよね。それって親の儲けが上乗せされてるからの値段だろう、おかしくない？在宅ってことだし、その書き方だと悪いけど、パート程度で親のアパートに住めてるだけで金出してるのは親でお前は親のすねかじってるだけ、なんだけど。破壊的な夜泣きが毎日毎日何時間も続いているなら別だけど普通の2歳なら朝起きるのが辛いのほどの夜泣きではないだろうから妻がそう希望してるなら、行ってらっしゃい、わよ。朝起きて送り出してからまた1時間寝たら？寝かしつけしてると一緒に寝てしまうというのはよく聞くけど27時まで寝たいの？それはないだろう。夜泣き対応以外は夜って何やってんの？実際に全住ってことで金は総額いくらもらってんの？15万との差額はあるんだろう。つうか嫁さん激務すぎないか、男じゃあるまいし体力的にヤバいんじゃないの？アパートの管理人は立派な仕事です。すねかじりと言われる筋合いはありません。言いたい気持ちはわかりますが、感謝しろと言われるのは違う気がしています。正直言うと、主観的すぎるんだよね。あなたの視点では俺は悪くないんでしょ？ただ、嫁さんはかなり仕事してるんでしょ？嫁さんの年収書いてないけど。女性が求めるのは共感とかだから、あなたが自分の主張にこだわれば家庭は壊れるよ。可愛い嫁さんじゃん。お帰りなさい、お風呂にする、ご飯にする、それとも私？と、お迎えしてやりな。行ってらっしゃいのキスでもしてやりな。多分そういうのがなくなって不満なんじゃない？自分は外で仕事してるんだから感謝しろ朝は見送れなんて男が言ったら袋が叩きなな。いやいや、2歳6歳の専業主婦なら朝は起きてこないのは結構叩かれるだろ。正社でどうしても女の方が余力がないんだから、それは考えてやるべきではあるね。お互い思いやれていない感じね。私は俺は俺はあって。起きてきてほしいって愛情ゆえのわがままからなのか支配欲から来た発言かで印象変わるな。奥さんが仕事うまくいってないとか別に要因ありそうだけどね。俺も毎朝早い時間に妻の行ってきますで起こされて残念には思うが教師に別れたら後悔するって気持ちで対応できてる。感謝というより愛情が欲しいって言ってるんじゃない。
6時半に出社なら6時15分ぐらいに起きていってらっしゃいしてもいいんじゃない。6歳の子ももうちょっと寝起きる時間だし一緒に起きてもいい気がする。世の母親は夫に言ってらっしゃいお帰りくらい言うぞ。6時半出社で帰りが21時も妻の体をいたわれよ。夜泣き対応ってどのレベルなよ。ヌーギならまなしも2歳で朝も夜も起きれられないくらい睡眠不足になるレベルなら生活リズムがおかしい。奥さん早く出社ってことは通勤に時間かかるの？だとしたら旦那のせいで会社の近くに引っ越しもできないししんどいね。子育て中の兼業主婦でも朝6時半なんて起きるの遅い方ではママ友に聞いても遅くとも6時には起きて鍵やらやってる。寝起きするのは仕方ないけど朝ぐらい起きろ。男女逆でも2歳児なら朝ぐらい見送ればって言われる案件。あと乳児じゃないのに毎日夜泣きひどくて何時間も眠れないほどなら専門医に診てもらう程度の深刻さだよ。ママに会いたいのかもしれないし、もっと子供と母親の関わりを真剣に考えた方がいい。父親には申し訳ないけど母親が抱っこしてこそ満たされるものもある。小児科か市の保健師さんでも相談してみて。旦那のせいで会社の近くに引っ越しもできないししんどいね。そっか、引っ越したら旦那の職を奪ってしまうことになるのか。奥さん的には、朝8時くらいに家を出れば住むような場所に引っ越して、夫にも管理人以外の外の仕事についてもらって、子供を外に預けた方が断然楽になるわけだな。4日後、再び一致が書き込みに来ます。一致です。親のすねかじり、言われてはそうかもしれませんね。管理しているのはアパート3棟、主に共用スペースの掃除などです。住居は親所有のタワマン最上階の一室です。なので、今後は夫婦で家事育児を分担して私も仕事に戻ろうと提案中です。仕事内容は宅地造成です。妻には転職を提案しています。いくら好きな仕事だからって遠くまで通って給料安いより、近場で仕事を探してもらうべきです。そうでなければ家事育児を分担できないからです。もしよければ会社で営業なり技術者なりに転職してもらいたいところです。そちらの方が今よりいい給与が得られると思います。それで家計費折半して生活していくことを提案しています。嫌味とか引っ掛けとかじゃなく純粋に疑問なんだけど、タワマン最上階の家賃プラス管理費プラス駐車場で15万って物件があるのか。そうなると近所にあるだろう管理してるアパートは一体いくらで貸してる地域なんだろうか。単身用かファミリー用かで違うのはわかるんだけどさ、嫁さんと話し合ってお互いが納得すればいいんで、報告は特に言わないよ。仕事は金だけじゃないよ、やりがいとかもあるんだから。適応できなければやんなりして仕事できなくなるし、かなり仕事に執着してるならその提案したら離婚かもね。空気読む能力をつけた方がいいよ。多分あなたは他人の嫌いを踏み抜く能力高そうだから。それならば私に感謝しろというのはおかしくありませんか。自分の都合で朝早く夜遅いのだから感謝するのはむしろ妻の方でしょう。私は住居の提供と家事育児を担っているのですから。夫都合で住む家決まって夫都合で転職させられる妻かわいそす。将来は相続があって夫が先に死ねばたんまり懐に入るんだから一概にかわいそうとも言えないな。住居の提供してるのは親だよね。面倒だからもう妻とあなたとの職場の中間地点に引っ越したら。引っ越しとなると子供の預け先も探さないとならないし、私が家事育児に加えて通勤となると妻にも家事育児を分担してもらわなければならないし、何より妻一人の稼ぎでは一家が食べていけないので、現実的には難しいです。妻も今の方が生活の質が高いことだけは理解できているので、妻も引っ越しを希望してはいません。妻もきっと私が親のすねかじりで楽しているとでも考えているのでしょう。変わってみれば私がどれだけ大変かわかると思うのですが、妻の言動は一般的にはモラハラに当たると思っていたのですが、私に対して批判が多くて驚いております。一気の説明からすると奥さん義務職なんだよね。家を早朝に出て遅くに帰る生活を送ってる奥さんに、技術職への転職という負担を強いるよりは一気が外に出て働く方が、生活水準を下げない生活の変化としては現実的だと思うよ。奥さんの今の状況だと、次の職場を見つける転職活動をする余裕も、技術職への転換を図るための資格取得をする余裕もなさそうだし、やりがいもだろうけど、転職したら収入が下がるっていうのを見越して今の職場にしがみついてるんだと思う。奥さんの収入に頼ってるのは事実なんだし、相手に要求以前に、まずは自分が就職活動してからじゃね。それと朝晩起きてこなくて話し合いもできないような状況は、どんなに愛情があっても煮詰まると思う。まず感謝とか敬意を感じない。
夜泣きという状況があっても、家庭として成り立ってない感じがしてくる。コミュニケーションも拒絶をされてる感あるから、そこは少しでも歩み寄って努力してみるとか、メモを書くとかして気持ちを伝えるようにはできないもんなのかね。転職というのは我が家で働かないか?ということです。不動産管理から宅地造成までスタッフは常に募集しているのでどうかと提案した次第です。でも、妻にとってはシュートシュート目に小姑までいる会社になるので嫌なのでしょう。収入は努力次第にはなりますが確実に上がると思いますよ。ただ、一族になるので他のスタッフからは厳しい目で見られるとも思います。収入においてはともなく働き方においては今の方が楽かもしれませんね。あと、誤解があるようですが、毎日起きてこないわけではありません。子育て優先で辛い時は眠らせてくれないか、という話です。最近少し疲れが溜まっていたので起きれなかったところ、妻に感謝が足りてないと言われたのです。相談は、私は悪くないですよね、ということです。自分への服従を示すために、どんなに体調が辛くても朝晩起きて自分のために使えろ、っていうのと一致の奥さんの気持ちは違うんじゃね?って見てるんだと思う。夫婦で話し合いが足りないだけ。まあ普通は6歳2歳持ちパート主婦は朝食作るよ。普通はね。アパート担当管理なら仕事してますってことで保育園入れればよくない?保育園はダメ、幼稚園って方針?でも、妻にとってはシュートシュート目に小ずーとまでいる会社になるので嫌なのでしょう。当たり前じゃねえか何言ってんだこのバカ。お前が悪いしついでに頭も悪い。ジスレ立てろ。自分悪くないよね?ってのは相談じゃない。他のスレでやれ。私は悪くないですよね。いや悪いで終了。これで次スレ立てたくなくて、二度と出てこなくなったら無能すぎて笑う。以上で終了です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメントを書いてください。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。バイなら。